からご挨拶させていただきます。公益財団法人日本信用協会理事長の亀山でございます。本日は選考基準のところ、また日曜日にもかかりますというご参加ございました。ありがとうございます。政府は、昨日から、辺野古の埋め立てを再開、作業を再開しておりまして、その会議での政治体制の危機がますます増大しています。そこで私たちは用紙集の2ページ目に、この会の趣旨を、簡単に書かせていただいておりますが、辺野古の埋め立てによって何が失われるのか、この事態の深刻化についてはまだまだ、一般には理解されていないというふうに思っておりますので、辺野古大浦湾とはどういう場所なのか、なぜこの辺野古の事業を埋め立てることが問題なのかということにつきまして、シンポジウムを開催させていただいて、そして、私どもは辺野古の海の会議につきましては、沖縄の会議につきまして10年以上ずっとさせてまいりましたので、会議の自然保護にフォーカスを当てて、さまざまなバックグラウンドの専門家から、それぞれの観点からこれらの問題を分析して、この会議の重要性ということについて皆さんと共有していきたいということで、このシンポジウムを開催させていただきました。シンポジウムの開催にあたりましては、多くの方々から支援をいただいております。特に公益財団法人日本自然保護助成基金からは、辺野古における調査活動を含めまして、今回のこの事業に関しましてもご支援をいただいております。ここから感謝申し上げます。また法政大学の文学部地理学科等には今回ご講演をいただきまして、この会場のご提供をいただきました。本日のシンポジウムは、ただ申し上げましたように辺野古をテーマにして、連日ニュースで登場しております辺野古のこの海域に基地ができるということによって、市内の視点のことを、皆さんに十分、周知していただきたいということで、させていただいております。で、本日は皆さんと一緒にこの問題について考えていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。中でございます。はい、それでは先ほどご紹介させていただきましたが、今回のシンポジウム開催、また私どもの調査に多大なる ご協力ご支援いただいております、公益財団法人自然保護助成基金様の、理事長アルム様のお見えになっていますので、一言ご挨拶いただければと思います。皆さんこんにちは。自然保護助成基金のアルマと申します。ただいま理事長からのお話がありましたように、自然保護助成基金、小さな財団でございますけれども、若干のご支援をさせていただいております。それはそれとしまして、自然保護助成基金というのは、22年ほど前にスタートした、基金でございますけれども、国内外の自然保護あるいは生物の多様性の保全というようなことに関する活動、あるいは、その基礎になります調査研究等に、小学ですけれども助成をしておりまして、公募型の助成としましては、PL ファンドあるいはプロナクーラファンドと呼ばせていただいておりますファンド基金をいくつかのグループの方々に差し上げまして、自然保護あるいは生物多様性の保全に関わる活動や研究をしていくということをやっております。で、今お話もありましたけれども、辺野古のこの海の生物多様性を伝えるというこのシンポジウムでございますけれども、言うまでもなく、この産後消化域
というのは非常に長い年月、まあ、100年、何百年、あるいは何千年という長い年月をかけて、今日の形になってきた重要なサンゴを出資するそれにまつわるいろんな生物の生物の場であるいわゆる生態系を形成しているわけでございまして、簡単に埋めたくなってとんでもないことだというふうに私は考えておりますけれども、そういった貴重な自然を守るためにはやはりそこに生息する生物あるいはその多様性、そうした生物たちの生活というものについて十分な知識を持つことが大事であるわけですし、あるいはそういうことを広く皆さんに知っていただくということが重要でございますので、本日のこのシンポジウム、そういう貴重な自然を守っていくために非常に重要なシンポジウムだと思っております。大いに期待しておりますので、ぜひいろんなご議論を十分にいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。もう一方、ただいま、先ほどご紹介させていただきました本日の催しをご講演いただき会場をご提供いただきました法政大学文学部地理学科から伊藤達也教授がお越しになっております。一言ご挨拶いただきたいと思います。皆様ようこそ法政大学へ。目的は違うと思いますが、文学部地理学科っていうのは環境問題をすごく重視して扱っている学科です。で、私自身長良河口関の問題とか徳山ダムの問題の反対運動を中心にいろいろと研究をさせて聞いていただきます。で、今日の辺野古の問題ですけど、一度お邪魔したことがあって、やはりこういった生態系の問題っていうのをもっとちゃんと考えなきゃいけない。で、長良河口関のことを少し話していただくと、もうできて20年経ちました。ほとんど使われてません。本当に作んなきゃよかったなと。で、今不幸なのはできてしまったことなんですけど、幸いのことは例えば名古屋市長とか愛知県知事がやっぱり見直しをしなきゃいけないと、門を開けて調査をしようとかということで、愛知県で開門の検討委員会というのがもう始まって4年経っています。で、私もずっと愛知県とか名古屋の職員から嫌われる側だったんですけど、今愛知県の委員としてどうやって開門できるかという調査をしています。で、その時に致命的な問題というのはやっぱり作りたいという人たちは、まさに今日キーワードになるかもしれないですけど、この生物多様性という言葉がどうしても伝わらない。このやはり長い時間タイムスパンかけて私たちが考えなきゃいけないことが目の前の利益とか、また自分の建前みたいなところでなかなかしっくりきてくれない。同じ委員会で県の職員と一緒に議論してるんですけど、まだ説得しきれてないですね。なんかそういったところにこういった問題のなんか根っこがあるのかなって絶えず考えてます。今日は勉強を一緒にさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、これから早速基調講演の方に移りたいというふうに思います。本日のパンフレットの、表紙にもしてある今画面に映っております、これは辺野古の海、最近撮ったものなんですけれど、外から見ると本当に青い綺麗な海が広がっているというふうにしか見えないと思うんですけれど、じゃあこの海の中が一体どうなっているか、またその海と周辺の地域との関係がどうなっているのか、そういったものをぜひ皆さんと一緒にこれから考えてまいりたいと思います。大会に先立ちましてですね、会場の、撮影シンポジウムの様子をですね、私どもの活動の報告の、開放ですとかウェブなどで使わせていただきたいと思いますので、会場風景の写真を撮らせていただきたいというふうに思っております。もし映ってしまうと大変何か問題があるような方がいらっしゃいましたら、スタッフの方に声をかけていただければというふうに思います。それではですね、まずはお一人目の基調講演、吉川秀樹さんの誰がジュゴンを語るのか、ジュゴンと人との関わりということでお話をいただきたいと思います。吉川さんは、沖縄生物多様性市民ネットワークの共同代表でありまして、この辺野古の問題を地元の方からずっと見守ってきていらっしゃる方です。私どもと沖縄生物多様性の地域戦略とか、そういったことも委員にされていまして、沖縄全般、いろいろ生物多様性のことにお詳しいので、今日は地元の方からの意見でお話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。沖縄のまさにこの、辺野古大浦湾がある名護市に住んでいます吉川と申します。よろしくお願いします。まずですね、昨日国の法律調査の準備の工事が再着工されました。昨日の朝、僕は6時ぐらいかな、辺野古の近くの前に行って、始まらなかったという形で、ちょっとこれからさどうしていけばいいのかという思いになりました。しかしですね、やはり辺野古の海に行って、大浦湾の海に行って、そして専門家の皆さんと一緒にこの海の大切さ、海の素晴らしさを学ぶということが、僕ら地域に住んでいる我々にとってもとても重要なことであるわけですね。そういうところを思いを持ちながら今日はお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。僕のは、タイトルはですね、誰がジュゴンを語るのか、ジュゴンと人の関わりという形で話をしていきたいと思います。皆さんも多くの方がジュゴンというのは知っていると思うんですけども、沖縄が北限の、ジュゴンの生息地になると言われています。で日本の天然記念物であり、そして絶滅危惧種、国際的にも絶滅危惧種である、動物です。しかし今その先ほども話しましたように、辺野古大浦湾でそのジュゴンの重要な生息地で米軍の基地建設が進められる、しかもそれは大量の土砂を入れて埋め立てをしていく、そしてジュゴンの、が食べる海草の場があるという重要な場所をですね、それを埋め立てていくという、とてもこう納得できない、計画になっています。でこれ話が持ち上がってから出てからもう20年近くなります。でその間に我々はそのジュゴンというものがどういうものであるのかというのを、ある意味この十何年かをかけて知ってきた過程でもあるわけですね。まさにこの日本政府と対峙しながら向き合いながらいろいろ大変ではあったんですけども、でもよくよく考えてみるといろいろジュゴンのことを学んできた、その期間でもあったというふうに考えています。でこの16年、7年、その間にいろんな人がジュゴンのことを私も含めて語ってきています。でその語り口というのはその専門家での語り口であるとか、あるいは平和運動の人たちの語り口であるとか、 NGO の語り口であるとか、あるいはオジオバーの語り口であるとか、それから考古学の人たちの語り口であるとか、ジュゴンという動物一つをとってみてもこんなたくさんの語り方があるんだな、ということが分かっています。で今日はそういうのを話しながら、皆さんにジュゴンと人の関わりというのを、理解していただきたいと思います。でまず簡単にですね、やはりこうジュゴンというものの、この地図形というんですかね、沖縄においての人との関係なんですけど、人と海をつなぐものという形で僕はこの十何年間やってる間に、ジュゴンはやっぱり人と海、そしてもう一つ向こう側にある依頼家内の世界をつなぐもんだなという形で、理解して、それをちょっとその生態とですね、ジュゴン その生態と、関係づけながら話していく。そして歴史に見るジュゴンと人の関係、沖縄における歴史に見るジュゴンと人の関係、そして現在の沖縄におけるジュゴンと人の関係、まさにこれは辺野古の基地建設と関連しながらどのような形でジュゴンが語られているのか、そして私たちができること、それについて話し合っていきたいと思います。でも多くの皆さんもジュゴンについていろいろ知っていると思うので、この辺は簡単にちょっと説明したいと思うんですけども、やはりこの海草を食べているという、海洋哺乳類ですから、海草があるところというのはやっぱり限られている。で海草が生える、そしてしかもそこにそのおとなしいジュゴンがやってきて食べられるような環境である、そ
それを考えると、やはりその辺野古浦湾の海というのは、まあ、素晴らしいところだなというふうに考えることができると思います。それからこのライフサイクルというのも考えてみると、まあ、寿命は55歳から66歳、で73歳のメスが長寿記録というふうに長生きするなと、思えるんですけども、しかしその性成熟年齢であるとか妊娠の期間であるとか、それから、その増加率であるとか、それを考えていくとやっぱり繁殖に時間がかかる生物であると。だからこう一頭増やしていくのにいろいろ時間がかかっている。だからこそちゃんと守ってあげないといけないという、そういうものがこう分かってくると思います。それでこのジュゴンの土、先ほどミキサーを食べるという話したんですけども、これ生息環境についてのちょっと説明なんですね。マナティと、アマゾンのマナティのと、それからアフリカの方のマナティの、そしてこうジュゴンのところで、ジュゴンは、まあ5メーターから40メーターぐらいのところで暮らしている。で、まあ、海の方で、暮らしている。でこれを見ていきますと、ジュゴンの世界的分布というのがこういう形で、出てきます。で今、まあ、約10万頭ぐらいのジュゴンが生息していると言われている、まあ、どう今多いかな、でオーストラリアの方でたくさんのジュゴンが生息している。で国で生息地のある国を見ていると、まあ、40カ国以上あるそうです。まあ、これを見ていても分かると思うんですけども、まさに太平洋から、インド洋、そしてこのアフリカの、東海岸のもうジュゴンは生息しているわけです。しかし 40カ国以上においてほとんどの地域において絶滅の危機が、に直面しているというふうに言われています。やはりその、まあ、沖縄の場合は基地建設というものが一つの大きな問題になっているんですけども、やはりこう乱獲であったりとか、それから雨にかかっていったりとか、で、まあ、開発による生息地喪失、そういうものによって絶滅の危機に瀕していると思います。で、ジュゴン、先ほど、すいませんかな、ライフサイクルのところで、やっぱり子育てに時間がかかるというところからなのかもしれませんけれども、ジュゴンの生態と文化というのを考えていくと、これロバート・ソザーニという人の調査から持ってきたんですけれども、例えばこのジュゴンの呼び方を各いろんな国で比べてみたわけですね。するとエジプトとかケニアとかインドネシア、まあ、ブラジルの場合はこれマナティになってるんですが、みんな女性のなんか名前がついてる、女性として認識されてるっていうのがあるんですね。女性、海の美しさとか海の女王であるとか、男のオスの、ジュゴンはどこに行ったんだというふうに思うかもしれませんけども、やはりこう哺乳類であり、でしかも沿岸に住んでて、つまり人間が見えるような場所にいると、近くにいると、まあ、そういう中から、そしてその子育てをしているという、それでこうやっぱり女性の名前がついてきているのではないかと、そういう形で認識した呼び名になっているのではないかというふうに、ロバート・ロザンは。で、一つまあ面白いので、人魚伝説というのもあって、まあ、こういった生息と豊穣の女神。アタルカティスが人魚になったというふうに言われているんですけども、これが、まあ、ヨーロッパの方でアンデルセンのリトルマーメイドというのが、それによってジュゴンとマナティというのがこの人魚のモデルとして広がっていくというような形になります。でも日本の場合はあれですよね、人魚というのは、リュウグウの使いかなんかでしたっけ、ね、少しだからヨーロッパの方とはちょっと人魚のモデルというのが違っていて、実際沖縄においてもそのジュゴンを見て、人魚というような形では認識されてないんですね。ジュゴンはジュゴンで認識されているという、ことになります。で、沖縄の歴史に見る人とジュゴンの関わりというのを少し、話していきたいと思います。今ジュゴンを保護しようとかいろいろこう言っているんですが、やはりこう、先史時代、まあ、これは日本 の, 縄文時代、まあ、同じような時代なんですけども、それから近世にかけての遺跡から発見されているものを見ていくと、
まあ、ジモンはたくさん食べられていたもの、それから骨は道具として使われたりとか装飾品として使われていただろう、そういうのがこう見えてきます。それであの有名な装飾品で骨で作った装飾品で蝶型国旗、あのちょうどバタフライですね、蝶の形をした、その装飾品があって、それこそ博物館とかで見ることができるんですけども、あのそういうのからまあ、以前はたくさんというところある程度移転でそれを捕まえることができて、捕まえることができているということはやはりこう人間と身近なところ、人が根草を食べながら多分暮らしていると、そういう中であの人間の、暮らしと地獄の関係というものが先史時代から作り上げられていたんだろうなというのが、こういった考古学の調査から分かる。それからあの神話や民話から沖縄の人々と地獄の関係を見ることもできます。でそこで先ほども話しましたけども、出てくるのはあの人魚とかそういうものではなくて地獄です。地獄そのものが民話の中でこう出てくるということです。で、まあ、いろんなあのバージョンがあるんですけども、僕がやっぱりあの、まあ、皆さんも知ってる方もいると思うんですけど、やっぱり好きなのが郡島の創世神話と言われているやつですね。まあ、郡島に、まあ、あの男の人と女の人が、一緒に暮らしている。で、まあ、その人たちは、まあ、カップルなんですけども、あの子供とかそういうのの作り方とかは分からない。しかしある時、まあ、簡単に今逆して話してるんですけども、ジュゴンが交尾をしているのを見て、あ、こうすればいいのかって。そこから、人が作り上げられている、そういった、神話があります。それから宮古とか八重山とか、あとは佐敷町である、そういうところではそのジュゴンの津波伝説、ジュゴンが津波が来ることを教えてくれたりとか、そういった伝説などもあります。ですから、まあ、あの先ほどこのジュゴンの生態というような生物としてね、ジュゴンの生態というのは哺乳類というのがあったんですけども、やっぱりそういうのをの中からその創世神話に結びつけられていたのではないかと、考えることができます。で、これが、まあ、郡島の看板で、あの郡島というところはどこにあるかというと、沖縄本島の、辺野古と、大浦湾があるんですけども、そこが東海岸のものですね。そこのちょうど反対側に郡島というのがある。でそこにもあの良好な草の場がある。でその郡島、そしてその郡島の対岸の塩屋であるとか、それから大宜味の部落では、そのジュゴンにまつわる儀礼とか儀式とか、そういうものがまだ行われています。で今あのこちらの方では食料であったりとか道具とか、装飾品であるとか、それから神話とか民話に出てくるジュゴンの話をしました。でこれはまず、まあ、基本的には、まあ、神話、民話というのは基本的には口頭で伝えられてきたものです。しかし、ジュゴンについて記録があるわけですね。この記録が、まあ、どういうのかというと、オモロソウシという、これは沖縄の琉球王朝の時代に、まあ、王の方が編集させたあの、まあ、歌、歌集です。歌がまとめられたやつです。でその中で、その残の、まあ、残取りというのが沖縄の言葉で、ジュゴンという意味です。そのジュゴンを、取る時の歌が描かれています。渡嘉敷島であるとか久高島であるとか、そういうところでの歌の中でジュゴンを取っていることが読み上げられています。で面白いのが亀とジュゴンが一緒に出てくるんですね。だからやっぱりこう同じような生息環境というか、そういう中で暮らしていて、昔の人もジュゴン、カメを一緒に見ながら、まあ、歌を歌っていたんだろうな、歌にしていたんだろうなという感じがします。それからジュゴンというのはそのまた王朝との関係なんですけども、あの現状としてジュゴンの肉を、八重山諸島のアラグスク島というところがあるんですけども、そこは、ジュゴンの肉をあの塩漬けにしてですね、琉球王朝の方に税として納めていた。でここに書いているような、琉球国由来記であるとか、
八重山諸島ビジョンであるとか、そういうものの中にジュゴンの肉のことが、食料としてあるいは薬としてですね、高価なものとして、まあ、説明されている、あるいは税として説明されています。でこれが先ほどそのアナグスク島というところがあって、そこがジュゴンの肉を税として納めていたということを話したんですけども、そこが、持っている蓋木、まあ、廃所です。そこにはジュゴンの骨がずっとたくさんこう並べられていて、その地域の廃所になっています。蓋木になっています。でここから、まあ、戦前戦後におけるジュゴンなんですけども、やはり1930年代にはジュゴンの数は減って危機的状況というふうに、報告されています。で戦争が終わって、そして食料がこうない時代ですね。でその時にも、まあ、近くに寄ってきたジュゴンが捕獲され、まあ、食料となっていたということが、まあ、言われています。で、1955年、これはその当時の琉球政府が、沖縄琉球の琉球政府のですね、天然記念物としてジュゴンを、認めていくという、そういうことがありました。でその時の琉球政府の文化財保護法というのを使って天然記念物にしていくんですけども、これはある意味では沖縄がどんだけ早く日本に復帰したかとか、そういうところまで読み取れるんじゃないかと思います。つまりこの頃というのは米国のその米軍の占領下の中において、琉球政府というか、しかし法律、自分たちの法律というのはこの日本の法律をできるだけ取り入れよう、あるいは使おうということをやってきた。その中の一つがこの琉球政府の文化財保護法というふうに考えられています。で祭祀・儀礼の中にこれ現在ですね、ジュゴンが、出てきます。この町の祭りであるとか、先ほど話しました氷島の対岸にある大宜味村、ジャラングスの海人祭、その中の思いという歌の中にジュゴンがあり、しかしこの生物、生き物としてのジュゴンの危機はずっと続いていくわけですね。そしてジュゴンと人々の暮らしというものが、まあ、数が減っていくわけで、ですからなかなかもう接触がなくなっていく、実質的関わりを失った人々のそのジュゴンに対する関心も基本的にこう薄れていったというのが、現状だったと思います。しかしそれが大きく変わります。それが1997年以降、普天間基地の代替施設として辺野古浦和、この豊かな環境のところに代替施設を作ろうと。でそれを作ろうとするときに、まあ、調査を予備的な調査をしないといけない。それで当時の、那覇防衛事務局、那覇防衛施設事務局ですね、現在の沖縄防衛局が調査をするわけです。すると何が起こったか、一頭のジュゴンを辺野古沖で見つけるんです。つまり日本政府がジュゴンを見つける。でそれが報告されることによって人々が、まあこれは基地問題という形で、当初から認識されていて、しかしそこにジュゴンがいたということで、ここは一体どういう環境なのか、みんながもう忘れ去るぐらいの、その忘れ去ってしまいそうな、そういった貴重な生物がまだ生きている、まだ見つけることができるということで、その辺野古大浦湾における新基地建設の問題というものが環境的な側面を帯びてくるということになります。ですから沖縄のジュゴンは神話とか、ね、おもろとかそういうふうなところに出ていたものが、いつの間にかこの絶滅危惧種という言葉で語られるようになる。そして豊かな環境のシンボルという形で語られるようになる。でそれが語られていくその背景には環境省の調査である、いろんな調査が行われています。でその沖縄のジュゴンの対応の仕方というのも、とにかくデータをきちんとしたデータを収集していこう、そして分析していこうという形になっています。でその中でも一番お金を使って行われた調査が多分沖縄防衛力の環境アセスだと思います。見ればでもあれをデータとして見ていくと、とてもしっかり調べてることは調べてると思うんですよ。しかしやっぱり僕らとして問題だと思うのは、ここに基地を作っても
自分に影響がない、環境に影響がないという、そういう結論付けをしている。ですから、その沖縄のジュゴンが環境化、あるいは化学化していく。で、その中でも一番大きなものが環境アセスである。で、その環境アセスで出された科学的であるべきのその結論というのが、ジュゴンに影響はないという。もちろん反論の声もたくさん出していくんですけども、やはり手続きという形でどん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 進んでいっているのが、この環境アセスの手続きの現状でした。これ新聞出しているんですけども、沖縄ではその環境影響評価書を受け取ったらダメだということで、これを受け取らないようにすると、受け取ることを阻止する、搬入されることを阻止する、ちょっともう科学とかそういうところとかかけ離れたような部分であるんですけども、でもこれを受け取ると手続きが進んでしまうという、それだけの危機感を持ちながら、こう阻止行動、阻止行動って普通なんかもっと違うことに阻止行動するかもというふうに書かれるかもしれませんけども、評価書を搬入されることを、搬入するのを阻止しようとする。でも実際には未明に阻止されている。で、ここでやっぱり重要なのは、この環境に影響はないというか、専門家、我々はずっと求めてました。誰ですか、誰がそういうことをきちんと言ったんですか、他の専門家は違うと言ってますよ、誰が語るのか、誰が語っているのか、それが見えてこない。しかし手続きはどんどん進んでいったというか、で、まあ、この基地問題と絡んで、その沖縄の事故というのは国際化インターナショナルになってきました。国連環境計画が沖縄の、まあ、ジュゴンの、その、まあ、これはある程度偶然的な部分もあったと思うんですけども、ジュゴンのレポートだとすると、その時、そのやっぱり沖縄にもジュゴンがいるということ で、その頃 NGO がちょっとずつ調査をしていく、その、NGO の調査を、取り込んで、取り入れて、こういった沖縄のレポートが、沖縄 の、 国連環境、計画のレポートの一部に沖縄のジュゴンのことが彼らというか、それから国際自然保護連合 IUCN が注目して、3回目事故に関する勧告、決議勧告を出した。それからアメリカの方では事故訴訟という形で、訴訟 の、 まあ、対象にもなっていったと思います。で、そういう中でもちろん沖縄の事故というものはどん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 政治化しています。反基地運動の旗頭、あるいは平和の運動と結びついて、で、誰が語るのか、もう国連環境計画であったり、日本国際自然保護連合であったり、原告であったり、あるいは沖縄の市民団体であったり、平和の市民団体で、重要なところは僕は思うに、みんな自分の言葉で、自分はこういうものである、だから僕はこう思ってるんだ、私たちはこう思ってるんだということで、ジュゴンを語るときにちゃんと前に出てきて話しているというのがあります。それから、ちょっとこれも面白いと思うので皆さんに紹介しておきます。ジュゴンがどんどん有名になるにつれて、ジュゴンというものがさまざまな新しいこの意味というのか、それを得ることになったわけですね。もちろん豊穣の海の象徴であるとか、豊かな環境の象徴であるとか、未来かないかのメッセンジャーである、怪人である、あるいは平和の象徴である、そういった、まあ、環境運動、社会運動、平和運動と結びつきながら、そういった側面というものが出てくる。しかし、それだけではなかなか終わらない。いろんな絵本とか出されて、中には不登校の子供を助ける事故の話が出てきた。いろんなことを事故に思いを込めて、いろいろこう描かれるようになっていっています。まさに沖縄を救うものとしてジュゴンというものが描かれている。で、そういうのを考えていくと、じゃあ本当にこんだけジュゴンのことをみんなで時間かけて、ジュゴンの生物学的な生態学的なことも学んで、ジュゴンの歴史も学んで、沖縄におけるジュゴンの文化的歴史的価値も学んで、そして
アメリカで訴訟まで起こして、それで基地が作られたらどうなるんですか。そういった思いが沖縄の、まあ、僕も含めてですね、そういった思いがあります。基地が作られて、そして自分がいなくなったらどうなるの、平和の象徴がいなくなったらどうなるの、何を意味するのか。で、現在どういう状況かというと、これはまさに今日ですね、9月13日辺野古オラワの現状と事故です。日米両政府は、まあ、基地建設を強行すると表明で、工事に再着手、昨日やっています。で、その時にですね、今政府がずっと出してきているのが、2013年12月の中山前知事が与えた埋め立て承認、それがあるから、それが法的根拠になっている。もちろん沖縄の民意は理解しますよ。しかし皆さんが選んだ知事が承認を出していますよ。で、その承認は環境アセスの結果、つまりそこに基地を作っても影響は少ない、だから作れる、それに基づいて知事が承認したという、そういった今ロジックで日本政府は進む。で、もちろん沖縄県民、そして沖縄県知事ですね、建設反対が沖縄の民意であるということをずっと言っていってます。特に今の知事になってから、小長知事はその明確に基地反対というものを出して、当選しています。で、知事は埋め立て承認の取り消しへ動き出すということになっています。まあ、これが具体的にどういう形で、どういったステップを踏んで、動きでいくのかがまだ分かりませんけれども、しかし少なくとも第三者委員会の埋め立てが、小長知事のもとで、立ち上げられて、その第三者委員会が、あの埋め立て承認は、前知事の埋め立て承認には法的瑕疵があると、いろんな問題があった。だからそれを取り消ししていくという、まあ、そういった今対立構造になっています。で、この対立というのはこれからも続いていくだろうし、もっともっとひどい形になっていくかもしれません。で、そういう対立の中でやはり注目するべきことがいくつかあると思います。一つは、誰も自分を絶命させてはいいとは言っていません。これすごい当たり前のことなんですけど、日本政府も米国も我々も自分を絶滅させていいとは言ってないです。で、誰も重症層化するその自分の歴史的文化的価値をないがしろにしていいとは言えません。これは米国の自分訴訟でも、沖縄の自分というものは大切であると、だからそれはずっと生存しないといけない。しかし基地を作ったからといって、日本政府のアセスによると影響ないから、だから基地は作っても影響はないんでしょう、というふうな結論付けを出しているわけですね。で、ジュゴンは保護されるべきだと多くの人が語っています。今何が行われるべきか、知事が埋め立て承認の取り消しを受けて影響なしとした、まあ、知事が埋め立て承認の取り消しをしましょうとすると思います。するとやはり我々としては、影響なしとした防衛局のそのアセスの再検証というものをやるべきだと思っています。で、実際それは行われています。防衛局のアセスで誰が自分について語ったんですか、誰が自分について語ったんですか。やっぱりそういうシンプルな質問を私たちとしてはやっていきたい。そして事故について科学的に語れる人々に語ってもらう、あるいは皆さんも入っていますで、そういう語れる場所、あるいは状況を我々の事業者としては作っていきたいと思います。カスヤ安倍ドキュメントというのが、安倍マリオさんと、あと多様入流を研究なさってきたカスヤ先生が書いた反論があるんですけども、これも今実際あって、我々は知事の承認が終わった後、出た後ですね、ごめんなさい、知事の埋め立て承認の取り消しが出た後、この文章を使ってアメリカのいろんなところに訴えていくということをやっていきたいと考えています。
ジュゴンを守るため、ジュゴンの住む沖縄の豊かな環境を守るため、私たちは一人一人、ジュゴンについて、このコールアワーについて、もっともっと語っていくことが大事だと思います。ぜひ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日のシンポジウムですね、ご講演へのご質問などに関しましては、皆様のお手元に質問用紙をお配りさせていただいております。後ほど後半のパネルディスカッションの中でですね、まずは皆さんにご質問などありましたら、お答えしたいというふうに思いますので、ぜひそちらの用紙をご活用ください。それでは続きまして、お二人目の講演になります。沿岸地域自然保護環境の保護における場の多様性の意義、沖縄島辺野古オーラワの例にということで、中井達夫さんにご講演いただきます。中井さんは一番のご専門は珊瑚礁地域の地形学、地理学なんですけれど、保全活動としては海だけにとどまらず、川ですとか島ですとかいろいろなところ、渓流ですとか多様なところの活動をされていらっしゃいます。日本珊瑚礁学会の評議員ですとか、私ども日本水本協会の参与なども務めいただいております。で、本日はですね、その中で、多様な活動の中で珊瑚礁地域の研究者の皆さんと一緒に辺野古オーラ湾を、海底地形ですねを分析されていらっしゃいました。で、そういったところから、辺野古オーラ湾の生物多様性の理由というのを、お話しいただきたいと思います。では中井さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。中井でございます。よろしくお願いします。今、ご紹介いただきましたけれども、今日のですね、会場をご提供いただきました、法政の地理学教室、私も実は出身が地理でございまして、で、今日この会場でやることについてですね、いくつか非常にその思いがあってですね、先ほど伊藤先生おっしゃってなかったけど、法政大学の中でですね、沖縄文化研究所というものがございます。もし皆さん機会があったらそちらの方もですね、来ていただければ、私が沖縄大学の宣伝をしてどうするかって話なんですけどもぜひそういういろんな縁がね、今日この会場とかあるんだなと思いながら、実は伊藤先生ともですね、かつてまさに長良川の問題でですね、当時経済地理学会、経済地理学会ですかね、なんかのシンポジウムなんかのですね、ご一緒しました。今柴田さんの方からご紹介になりましたけど、私自身実は自然保護協会の職員を20年ばかりやっておりまして、でその頃、例えば当時はですね、石垣島の珊瑚礁空港を作るという白子の珊瑚礁も、それまで私本当にもろ大学で学生として大学院生として珊瑚礁の研究をしていたわけですけども、いろんな縁があって自然保護協会の世界に自然保護協会と入ってきました。一番の関心はですね、まさに今日のテーマとも関連するんですが、伊藤先生を目の前にして私が地理学の話を論じるのも変な話なんですけれども、一つはですね、地理学、皆さんの地理学っていうとね、クイズ番組の地理みたいなイメージになるかもしれませんが、実はですね、場所と場所とはどうして違うの、いろんなところがいろいろあるよね、そこに自然もいろいろあり、人がいろいろあり、そこに人自然との関わりがあって地域があるよね、そういうものをもっと評価していこうね、これが一つ地理学の私の本質だと思っています。でまさに環境問題ってのはそうだねっていうのを自然保護協会に入って、特に白浜珊瑚礁の問題やりましてね、それまで私その環境問題あまり頭の中がなかった、人と自然との関わりってのを持ってたんです。で珊瑚礁の研究やっていた、それが白浜の問題でですね、急に役立ってしまって、少し、計画地が変わったりして、そんな経験を持っています。後々ですね、このシンポジウムの中でもいろんなその調査みたいなのはどういうふうに役立つのか、あるいはこの問題どういうふうに解決できるのかなという議論があると思いますが、私たちなりの努力がやっぱり、過去なかなかでもいろいろ問題ありますけども、少しずつ前へ進めてきたのではないかなというふうに思っております。で特にですね、なかなかは海ですね、私水商売専門だというふうにですね言ってるんですけども、水物、これはですね、実はまず意味がありましてね、あとお話ししますけども、非常に水がのある世界だったらダイナミックに変化するんですよ。今回の洪水なんかもありましたね、あれもしかしあれによって自然が成り立っているってのがあるんですね。
森林の変化なんかに比べて非常に短期間に大きく変わっていく自然だと。やはり空気に比べて水の比重って大きいですか。まあ、そんなような自然であるということもぜひですね、頭の中に入れていただきながら今日の話をいただければと思います。で、まあ、今日のタイトルですね、先ほど その石村さんの方から紹介いただいたのとちょっと名前変えてますけども、まあ、先ほど言ったですね、地理学なんていうのはその場所と場所とがどう違うのか、あるいは場所がどういう多様なのかっていうところに一つの焦点を当てます。もちろん生物の多様性というふうに言った場合、生物というもの、特に種についての焦点が当てられますが、しかしその生物の多様性においてもですね、その生物の生息環境である、まあ、私なんかは場という言い方をしていますけども、それがいかに多様であるか、それが種レベル、あるいは遺伝子レベルの多様性、生物多様性のベースになってきているというふうに考えている、まあ、そういう視点から、まあ、ですからその意味で地理学の視点からの視点というふうなことで、まあ、辺野古が地域における場の多様性の重要性ということをお話をしようと思います。で、その前にですね、これ志村さんからのリクエストもちょっと急遽入れたんですけども、私その珊瑚礁、地形としての珊瑚礁というものを研究をメインでしています。ただ時々ですね、まあ、これマスメディアの方も含めてですけども、珊瑚礁ごちゃ混ぜになって議論されてるっていうところですね。で、その辺で、まあ、もちろんよくご存知の方もいらっしゃるとは前提ですが、ちょっと一言だけお話をしていこう。何が違う、例えばね、これ英語で言うと分かりやすいんですよ。英語でサンゴってコーラルって言う。じゃあ英語でサンゴ礁って何て言う。コーラルリーフ、つまり2つの単語なんです。日本語で言いますとサンゴ、サンゴ礁、同じようにね、なんか1つの単語のように思うかもしれませんが、実はこれ、サンゴとこちらサンゴ礁って2つの、じゃあサンゴ、まあ、コーラルって何か、まあ、これはもうそのものサンゴなわけですね。これは、まあ、サンゴという生き物です、ね、それに対してリーフって何かというと、これは地形なんです、礁です、ね、よくあのこれちょっと切れちゃったんですけど、岩礁とか暗礁に乗り上げるなんて言い方がありますよね。座礁するというですね、何乗り上げてる、つまりそういう岩場、岩礁、地形ですよね、そういうものに乗り上げるんですね。で、じゃあこのコーラルリーフって何かというと、このコーラルという生き物たちがそれが中心になって作った岩礁、地形であり、あるいは地質構造です。例えばこういう生物が作ったこういう礁、例えば他にはですね、カキ礁、北海道の厚岸あたりとですね、カキ礁なんですけど、カキやオイスターなんですけど、オイスターリーフなんていうのもあります、まあ、この点ちょっと頭にちょっと入れておいていただいていいかな。つまり、まあ、サンゴっていうのは特にここではまあ、サンゴ礁を作るサンゴがいまして、これはちょっと宝石のサンゴとは違うんですけども、まあ、それ生物です。その大きさとしてはだいたい数センチから数メーターぐらい、まあ、大きなやつだとこのぐらいのね、もっと大きいのもサンゴもいますけども、それに対してサンゴ礁っていうと、そのサンゴがメインで、他に例えば星砂なんかも関わっていたりしますけども、それが作った地形であり、地質構造であったり、その上に展開されていく人とそういう環境と織りなしてきた生態系なわけです。まあ、それはサイズとしては数百メートル、例えばこれなんかは、ある与論島というところです。これが800メートルの幅、数千キロメートル、どこだ、そうですよね、グレートバリアリーフですね、なんかは数千キロというとすごく大きな仕事だというような問題あるよというのは、ちょっと私がさ、サンゴ礁って言った場合はどちらかというとこっちを言ってるよ、サンゴっていう生物って言い方をしたら生物ですよっていうのを少し頭に置いておいてください。さてさて、そのサンゴ礁なんですけども、まあ、先ほどのこれ宇宙写真でもありますけども、上から見るとこういうふうにですね、こちら側が海岸線ですね、でこちら側、ここで波が開けてます。これ、こっちが真っ暗っけですけども、つまり急に深くなってるわけですね。で、こっち側、茶色くなってるところ、これはね、特にここの島なんかの場合は、潮が引きますと干上がるんですね。歩いていけます。
こちらが少し薄い水色、まあ、とても浅い、せいぜいこの場合は水深が、潮が満ちている時でも3メートルとかそんなもんですね。潮が引くとこうおばあたちがダッ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 と歩いてたり、強い、うん、そういう構造です。ですから、サンゴ礁、この地形自体をですね、いろんな生物が非常に長い間、数千年、言うと数万年、もっと前の時代から作って、こういう構造を作っているよと思って。で、その中でですね、今海岸が、まあ、波が砕けるところがこうありまして、少し高まるよっていうところがこうあって、内側に浅いところがあって、浅い中でもですね、なんか水が水色のところとか、白っぽいところとか、黒っぽいところとか、なんか帯状に並んでいるように見えませんか、ね、これね、大昔の私がですね、私にも20代の頃がありまして、ね、10代前半の頃に、卒業論文とかでね、こういうところを調べたんですね。でそうするとですね、まあ、地形とか生物の分布でいくつかのゾーンに分かれるようになっていると。サンゴ礁といっても、必ずしもサンゴがびっしり入るところばっかりじゃないんです。あるいはサンゴの形なんかもですね、こっち側にあるようなサンゴと、この辺にあるサンゴと、この辺にあるサンゴ、まあ、見てお分かりですよね、これ枝状ですよね、細かいですよね。こっち側と近いと盤状です。ちょっとこんな感じなんですね。これが非常に波が強いところのサンゴの形。もちろん大きな台風だとこれでも破壊されてしまったりするんですが、これやっぱり波が強いところなんですけども、枝のものもあるんですが非常に太いです。こんな、つまりこれはこの波当たりが強いという、さっき白波が砕けると、ああいう環境に対応したサンゴの群集があるというわけです。それを内側に行きますと、波が一番へりでございます。よく自然の防波堤って言い方をしますけども、まさにそうでして、その内側はですね、非常に波静かになります。そういうところでですね、非常に繊細な形の、まあ、こんな枝状のものであるとか、あるいは葉っぱ状のものですね、そういうようなサンゴが生えているわけです。つまりこれは形でもありますし、同じサンゴでもいろんな多様なサンゴがあるよねっていう。でそれがですね、一つ今言ったのは波当たりという、その環境の変違いによっていろんな生物たちが、まあ、例えばサンゴが住み分けをしている、多様な生物たちが生きているということなんです。その波当たりが強い場所なのか、波当たりが弱い場所なのか、その場所が多様であることがこういうことをできているよねということに言ったんですね。まあ、それが波は沖から来るものですから、そのサンゴ礁海岸に対して波当たりの程度もですね、海岸線の平行に沖は強いよね、浜近ければ弱いよねっていうことで微乗に並んでいくということなんですね。さてこれサンゴ礁の基本構造なわけです。ただですね、これをさらに、まあ、今のはサンゴがたくさん生える場所ということで見ていったんですけども、こちら側の波当たりの強い、あそこにちょっと波が砕けているようなね、マークつけてますけど、概要、こちらですね、横から見てるんですけども、で浅い海があって、で、サンゴなんかはこういうところとか、こういうところなんかよく出てきます。先ほど言った、少し高まるようなところ、ここはですね、結構しょっちゅう干上がるものですから、増殖サンゴ、海の生物ですので、空気中ではなかなか生きられないんですね。そうするとサンゴ礁というのもこういうところはですね、サンゴないんです。でないのが当たり前なんです。それに代わりいろんな生物たちがいます。例えば腕振りクモヒトデとかですね、いろんなウニの仲間とかですね、いろんなこういうところが好きな生物がここにいるわけです。それから先ほどのジュゴンの話、ジュゴンなんかはですね、ご存知のように海草の大好き、そういうものはですね、こういうところは出てきません。ここ岩場です。岩場には海草生えません。むしろこういうところに、少し場合によったらちょっと海岸線に近いように飛んでくる傾向があります。さらにですね、こちら側行きますと川が流れているところなんですけども、そういうところでは今度はマングローブというものが発達するわけですね。で実はだからサンゴ礁といっても非常に多様な場所がある。プラス例えばじゃあ海草藻場の
生態系、マングローブの生態系、サンゴ礁の生態系、あんまりこれ分けるというのはあまり意味がない。むしろこういうものがセットであるということがサンゴ礁の豊かさ、生物の多様性を作っているというふうに考えるのが正解だろうというふうに思います。だからこれも必要だよ、これも必要だよ、これも必要だよ、これも必要だよっていう、例えば生物にとってもですね、多様な場所の生息場、場所を用意している、それが場の多様性であるわけですね。まあちょっと絵を、まあこれは皆さんもご存知でしょうけども、まあこれ海草の場ですね、まあ、シーグラスですね。これはまああの海藻ではなくて、海藻の藻の場合は胞子で増えますけども、こちらは花を咲かせて種子で増えますね。そういうタイプですね、がこういうようなものを作ります。でこういうところに、まあ、いろんなまた生物たちがやってくる。樹木なんかもこういうところでの、まあ、ある特定、特に大好きな海草がいる。でそういうところを餌にしているということなんですね。マングローブ、マングローブなんかは、まあ、これはあの海水が浸っても、まあ、平気な、まあ、ヒルギという仲間のですね、あの植物が、塩を満ちて、これは中程度かな、ちょっとこれ暗いですけども、これはもう根元のところまで塩が満ちている状況。引いてきますと干潟になって、そういうところに、ね、あの入り持っていくと、南コミツケガニとか、あとは塩招きとかっていうのがいっぱい出てきますよね、という、そういう環境です。こういうところが好きな生物も、ここにはサンゴは会えません。樹木もここは行きません。しかし他の、例えば、ね、マングローブクラブ、ノコギリガザミとかね、そういうやつはこういうとこが好きなんですね。同じサンゴ礁といろいろ環境が違う場所が用意されている。で、さっきの絵でですね、一つ私説明しなかったのがあるんですよ。ここに黄色の部分です。サレキ、あのそれこそこの辺野古の話の時にですね、何だったかな、ちょっと安倍さんに聞くと正確に思い出せると思うんだけど、安倍さんを通じてある新聞記者からです、私と取材来てですね、あのそこは石がゴロゴロしていて、サンゴいないので、サンゴ礁の上で。そういうところ、サンゴいないから、何をしてもいいですよ、っていうふうに言われるんですね。ちょっと待って言われるんですよ。この、一見何にもね、サンゴもなければ、海草もなければ、ヒルギも生えていない、ここ。これじゃ、どうでもいいのか。こういうところが好きな奴らいるんですね、やっぱりね。海なんか潜ってると、こういうところで砂がこうやってね、巻き上げるとね、わーっといろんな魚が寄ってきます。この砂、あるいは堆積物の中に含まれている有機物を狙ってみんな集まってる。そこが好きなやつ、ウニなんかも。でね、今ちょっと仲間とやってるのはですね、こんな、ちなみにこれ、あのこれはですね、最近ちょっと私こういうの面白そうだなと思って、本田原ののがですね、ずっと広がっているところが、それが年によって増えたり消えたりするなんていうのもあって、まあ、そういうものも多分重要だなと今思っているところなんですが、まあ、その余裕なんですけども、こういう砂礫の場所でですね、ここでですね、生物の生産量を測っている。何かってですね、ちょっとね、理科の授業みたいですけど、光合成のこれ。で、光合成っていうのは二酸化炭素と水を材料にして、そこに太陽エネルギー、で葉緑体があって、で、ね、有機物と酸素を出すっていうのが、まあ、光合成の式ですね。でこれをやるのがいわゆる植物ですね、藻類になります。緑色の生物たちで、こいつらがいわゆる生態系の基礎なんですよね。多分理科で習ったでしょう。そういう、まあ例えば我々はその作ってこういう人たちが作ったものをいただいて、エネルギーなり、タンパク質なり、まあ、こういう塩分などを得るわけです。植物は自ら作るわけです。さて、さっきの海草、当然植物です。これやってるわけです。あるいはね、サンゴもですね、サンゴの体の中にたくさんのちっちゃな単細胞の藻類を持ってまして、それによって、まあ、サンゴ礁の基本的な生産がされてるんですけども、じゃあ、ね、砂同様っていうのを調べてみたのね。こうやって
で何を測ったかというと、この酸素が、ね、どうなのかというのを調べてみた。酸素というのはこれ動物も植物も呼吸をします。呼吸すると減りますよね。だから夜は減るわけです。ところが緑色植物は生物はですね、太陽が当たっている日中はこの反応によって出てくるわけです。日中増える、夜になったら減るって話なんですね。でそういうことを調べてみると、実はですね、これね、まあこれ砂なんです。砂のところで測ってみるとね、これは日中なんですけども、片っぽのねドームのところはもうカバーしてる、真っ黒けん、片っぽは透明なドームですが光が当たるよ、青い方が真っ黒けん、赤い方が光が当たってる。時間が経つにつれて光が当たってる方は酸素が増えてるわけですね。つまり光合成やってるわけです。一方こっちは光が当たってないものですから呼吸だけで消費していく。こんなことがまあされぎっすな、バカにしちゃいけない。やはりこれもその珊瑚礁、この例えば沖縄行きの生態系の中で非常に重要な役割をしているということを認識をぜひしていただきたい。だから砂で珊瑚が生えてないからね、いじっていいありえないです。これも重要なその珊瑚礁の場なのです。さて岩本の話ですね、かなり一般的な話をしてきました。で、これは、まあ、先ほどその志村さんの方から紹介いただいたんですけども、私たちの、まあ、知事の仲間、まあ、今日は今彼は、確か夜だと言ってるんですが、国士舘で、まあ私の研究仲間長谷川仁さんがですねまあ、その他の方々と一緒に、それまでにそれこそ後でまた話が出てきますけれども、この地域でボランタリーで市民の方々がいろんな形で調査をしてきて、ここにはこんな生物が見つかったよ、新しい種、まあ貝の専門家の方、千葉の中央博の淀泉さんとかですね、いろんな方が加わって、この海域にですね、実はいろんな生物たちがいるんだということが明らかになってきているわけです。ただそれがただ単なるリストだだけではなくてですね、じゃあどういうところにいるの、そのどういうところってのつまりさっき言った場でして、珊瑚礁の浅いところなの、それとももっと深いところなの、どういうところなの、まずじゃあ地形をね見てみようよ。もちろん海底の地形図とか作られてるんですが、まあ、それをこちら側も再調査をして、それからその 3D マップにこれはしたものです。でそうしますとね、ここはとてもね多様であるとか分かるんです。今までお話をしたのは、例えばこのエリアで言いますと、例えばこの辺、これいわゆる辺野古のこれキャンプシュワーのですねの先のところ、これはいわゆる珊瑚礁です。で急に浅くなって波がだからここで出てくるんですね。で浅い海があって海岸、その中に例えばこれはグリーンは海草藻場なんですけども、そういうものがあったりするわけですね。こちら側にはチリビシ、ここには青さん、これは地元の方、そして安倍さんなんかが一生懸命調べて、非常にユニークなサンゴの群落としてあるわけです。ここもまあサンゴ礁ですね。ここから少し今この青さんのところは急に深くなっているところで、そこから浅くなって平らなところですけども、まあ、こういうサンゴ礁の環境もある。でそのサンゴ礁もさっき言ったようにいろんな場所があるよなんですが、さらにですね、ここはここにですね、とても深い谷があるのが分かりますよね。これは実は地質学的には断層なんです。そんな新しい断層ではないというふうにアセスなんかには書いてありますが、断層があって、それによってそこのところってね、弱くなってるもんですから、ぐずぐずになってるもんですから、削られやすいんですね。で深い溝になってるんです。で、ここは本当に水深数メートル。ここは、50-60メートルですね。こんなね、沖縄の他の地域見てもですね、海岸からすぐ先、すぐ近く、大体の場所はこの辺もずっと珊瑚礁なんかで浅くなってるんですけども、ここだけは非常に深い場所があるんです。浅いところから深いところがある。この場所がですね、まあ、なぜキャンプシュワブという基地が作られたか、一つの理由はこれだと言うんですね。つまり深い、だから船が
入ってくる軍港として使える、これは戦前の日本海軍も目をつけた場所です。だからそれがゆえにですね、とってもね深い場所にしか住んでいないよという貝がここでいっぱい見つかってきて、新種なんかもこういう環境で見つかってきてるんです。こんなところはそんなもんいないんです。他の沖縄奄美の海ではなかなかそれ出てこない。さらにはさっきちょっと言いましたけども、奥の方ずっと行きますとちょっとグリーンでちょっと深めの緑で描いてますけども、あそこ皆さんね現場行きますとオーラのマングローブがありますよね。マングローブがあるところが数箇所出てきます。こっち側の方も出てきます、でただ単にサンゴ礁だけじゃなくてこういう深い海切れ込み、そして湾がある。海っていうのはですね、例えば東京湾のイメージください。東京湾の出口の房総あたり、波当たり強いですよね、水も綺麗ですよね。それが東京の一番奥の波当たりほとんどないですよね。結構台風来ても静かですよね。むしろ川からいろんなものが淡水、まあ良くも悪くも淡水なり栄養塩も供給されます。これね、こういう湾になりますと、湾の奥の方は陸側からもいろんな栄養が出てくるわけです。そうか、はいはい、失礼しました。詳しているですね、自然保護の九州学のこの表紙ですね、これの2ページ、3ページにこの絵があります。そうですね、これを見ていただけた方がですね、この話ですね。でつまりこちら側のサンゴ、何サンゴ礁があるところっていうのは外洋側で波当たりが強くて、外洋の非常に新鮮な海水が供給されるところで、それに対応した生物たちが住む。湾の奥の方はですね、波当たりが静かだからゆえにですね、たまる土砂もですね細かいのです。昔川の石ころを調べて、上流行くと大きいやつがあってね、下流行くとねちっちゃい砂、河口なんかちっちゃい砂だよね。あれ何かっていうと、水の動きが上流の方が運ぶ力が大きいもんだから大きいもん動くんだけど、下流の方は弱くなる。これも一緒なんです。こっち側の方は波当たりが強いからそういう大きなものを運べる。しかし奥の方は波弱くなりますので運べない。だから細かいものがたまるんです。その細かいものがたまることに対応してマングローブなんかは発達するなどということもあるんですね。で今のですね、もう今日これはこの図は皆さん今日お借りしたレジュメの方に書いてるんですけども、今のお話をですね、ちょっと表にしてみたんですが、こちらがですね概要です。外向きのところで、それは波当たりが強いよ。例えば塩分、海水そのものですから、まあ、大体34そのぐらいの高い塩分ですよ。濁りもですね、外洋の水がやってきますので濁り小さいですよ。波当たり強い、塩分は濃い、濁りは小さいっていうのが外洋的要素です。それに対して湾の奥の方行きますと、大浦湾の奥の方行くと波当たりは弱い。ただ川の流れが真水運んできますから塩分は薄くなる。ただ川からいろんな土砂なんかも運んでくると思って濁りが大きくなる。で実はそういうことに対応していろんな、その何て言うの、例えばさっき言った石ころの話なんかもね、奥の方は泥みたいな細かいもの、こっち行きますと石ころとか大きな岩礁みたいなもの、台風なんかはですね大きさ数メートルの石を持ち上げます。津波石なんてもっと大きいのに持ち上げるんですけども、台風でも大きな石を持ち上げます。こんなものはここにやってません、泥で。それに対応したいろんな環境、深いところなんかは波の作用が非常に少ないです。深いとですね、水深30メートル潜るとですね、多少上が波があってもですね、水深30メートルもほとんど波感じない、60ぐらいだともうほとんどその泥みたいなものは動かない。だからマングローブ、干潟のどれもそういう内湾的ですね。一方でサンゴなんていうのは外洋的だよね。その中間に、まあ、サンゴでもやっぱりいろんなタイプの、まあ、サンゴ場といいますか、サンゴ礁なんだけどサンゴでいろんなタイプのサンゴがいるよね。波当たりの状況が多いと、まあそれがいろんなですね、その場に対応した生物たちが
つまりこれが生物多様性の大元っていうのは、こういう環境の多様性、場の多様性だよということを、あそこの日本の場合、そしてこういうワンが示したんです。で、それがこのただ単に珊瑚礁っていうよりも辺野古オーラっていうふうに言っていることの意味合いでして、それが沖縄のこんな場所ないんです。まあそういう生物の多様性、それはまあこの海域の価値です。それがもうほんと時間になってきたんですが、じゃあご存知のように今先ほどから出ている工事、こういう工事されるわけですね。今計画されているのはね、これも皆さんのあの資料のですね、ちょっと表現の仕方は違いますけども、どこに埋め立てるのか見えます。はい、どこを埋めてるの、浅いところを埋めるわけですよ。な、藻場なんかこうありましたよね、なくなるわけですよ。いや、まだまだあるよって言っても大きいものじゃない。そもそもね、今沖縄の各地で珊瑚礁を次々に埋められているという現状の中で、これでとてもいい状況がある。それがなくなろうとしている。このいわゆる珊瑚礁であるとか、その珊瑚礁の浅場ですね、その中には藻場とか、まさに樹木の生息する餌場ですね、なくなるよ。それから先ほど言ったここのところに深いところがあるわけです。で、ここにしか出てこない貝たちっていうのがいたりするわけですね。で、これもろ埋めちゃいますよね、なくなりますよね、ここなくなりますよね。さらにこれ実は私はあのアセスメントの重大な欠陥だと思ってるんですけども、ここの部分ちょっとこの辺を少しクローズアップをしたいと思うんですけども、ちょっとだけあそこがあのキャンプシュワブの岬、ここに芝貝があります。で、この黒い部分のパターン、わかりますかね、あのなんか島状になってますよね。で、これは実は水とか石ころ、砂がこういうふうに移動していくんだよっていうことを示しています。で、そこを今のその前の絵ですと閉じちゃう。閉じちゃうとこの環境やっぱものすごく大きく変わるよね。これがね、実はアセスでねきちっと評価されていません。これはまあここね閉じちゃいます、行かなくなるよ。で、こういう実はその行った先の部分にですね藻場があったり、それからこの水がオーラ湾の中に流れ込んでいるあるシステムで成立してるんですけども、それが十分に評価されてません。特にね、私の専門で言うと砂が移動するよって今話しましたけども、アセスでやってるのはですね、細かい地のような砂がですね巻き上がって浮遊しながら、漂って、それがどう移動するかななんてことはですね、高さ海底から50センチぐらいのこういうバスケットみたいな玉入れの箱みたいな、そこに砂がたまらんかたまるか調べて、それ影響ないよって言ってるんですよ。ところが実際の砂の向きはですね、この海底をですねずーっと海底に沿って動くんです。まあそれが全く評価されていない。で、それ評価しないとおそらく間違いなくここにさっき言った堤防のようなものを作りますと溜まります、止まります、水の動き、砂の動き大きく変わる。だからここの浅場だけの浅場の環境もそうですけども、こちら側の大浦湾側の変化にも大きな影響があるというふうに考えます。結果ですね、まあ、水質とか堆積物の移動による変化、まあ、そういうものが起こってしまうだろうというふうに思います。最後です。まあ、珊瑚礁の埋め立て、自然界、これはですね、今言ってきたような非常に多様な場所、そしてそこの上にある生物の多様性、場所の多様性、生物の多様性、それがですね、創出され、非常に単純な中に入っている。これ、ある意味ではですね、場所は安定するんです。さっき言った台風の影響なんかなくなるよ、ダイナミズムみたいなのなくなるよ、だから使いやすいよねって、ある目から言えばそうなんです。ただ、しかし、生物の多様性という意味では非常に単純なものになってしまう。
でこれがしかもですね、埋め立てとか人口改変ってですね、不可逆的なんです。もっと戻せないんですよ。だから今ここでこの時期に何とか少しでも止めてやりたいというふうに今思ってるんです。時間をちょっとかなりオーバーしてしまいました。人と自然との関わりですね、あとこの後のセッションで少し補足をしたいというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、中井さんありがとうございました。本当に森田副参加員がまだまだきっと大事なところは話尽きないと思うんですけれど、また後のパネルディスカッションの中でも話をしていただきたいと思います。続きましてはですね、3番目の講演をいただきたいと思います。吉田正人さん、筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻の教授でいらっしゃいます。また IUCN 国際自然保護連合の日本委員会の会長でもいらっしゃいます。実は自然協会 の、 スタッフでも以前ありまして、その頃にですね、オーストラリアで実施されていた市民参加型海草調査を日本に、一緒に、オーストラリアに、調査に来まして、それを日本に導入したということで、海草の調査が随分進みましたというあたりを、お話をいただきたいというふうに思います。では、はい、では吉田さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました吉田でございます。吉川さんがその背広で来たのは私だけ仮輸出で私が沖縄から来たちょっとこちらに住んでるんですけれども、部屋で日焼けしたんじゃなくて小笠原で日焼けしてきましたので失礼します。今ご紹介いただいたように日本自然保護協会に勤めていた頃ですね、その後も特にこの辺野古を中心とした地域、沖縄島の北部、東海岸のあたりで、この沖縄のこのミクサモバの調査、ジャングサウォッチっていうのをやってきまして、今、大学の方では世界遺産専攻とかで、世界遺産とか保護地域のことを教えておりますが、今はかなりちょっと小笠原の方に来るのも多く、ちょっともう一度ですね、この大浦湾の写真を、探し出しをしてつけましたけれども、これちょっと、この辺りだけ消していただいた方がいいですか。ありがとうございます。はい、写真 の、 左側はですね、この中でちょっと前半でお話しするジャングサウォッチの時に撮影した緑色のところは、海草ですね、その中に白っぽくなっているところが十分を食べた後です。先ほど吉川さんからお話があったジュゴン、ジュゴンですね、マナティと違ってマナティは、川のもう遡って河口なんかの草なんか食べますので、別にこのアマモじゃなくていいですね、キャベツとかレタスとか揚げても食べちゃうんですけども、ジュゴンはそういうものは食べません。このアマモ類しか食べないんですね。ですから日本の水族館でもジュゴン飼ってるところ少ないです。東亜水族館というところでは飼ってますけども、アマモを、食べるということでですね、アマモを供給するので日本でもそんなにたくさんアマモは供給できないので、韓国からも買って輸入してるそうですけれども、1日30万円ですからね。そんなに豪華な食事したら大変な人間だったら大変ですけど、すごくお金がかかるそうです。ちょっと脱線しましたが、右側の方はですね、大浦湾の方の話で、大浦湾のチリビシの青サンゴの写真で、私こう、この時はスキューバじゃなくてスノーケリングで潜れるだけ潜ってなんか撮ったりなっちゃうという写真です。ちょっとお話を進めていきたいと思います。で、日本自然保護協会が、あるいは私がですね、この、辺野古の問題に関わるようになったっていうのは、一番最初は2000年の、IUCN が4年に一度開催している世界自然保護会議、ヨルダンのアンマンというところで開かれました。この時は私が一番忙しく関わってたのはですね、愛知万博問題で、まあ、もう愛知万博終わってしまいましたけれども、当時は、
雑木林なども全部切り払って作る予定だったんですね。でそれを、なんとか計画を変えようということで、その決議を出すということで、まあ、それが私の一つの使命だったんですが、同時に日本自然保護協会も加わって、ジュゴン、それからヤンバルクイナ、ノグジゲラの保護に関する決議というのが採択されました。この後は3回にわたって、この IUCN の世界自然保護会議では決議が採択されていったわけですけれども、まあ、これが一つのきっかけです。でそして、私もちょっとこれにのめり込んでですね、自然の権利基金の方たちとアメリカの連邦政府の機関とか NGO を訪問したりとか、それから2002年にはオーストラリアのこういう草藻場を調査しているところ、シーグラスウォッチっていうのを見て、市民参加でも調査ができるんだっていうのを知って、日本でも沖縄でやろうと。沖縄でやるときにですね、シーグラスウォッチっていう、まあ、英語じゃなくて、できたら沖縄の言葉にしたいなと。シーグラスっていうのは、ジュゴン、ザンが食べる草ということで、ジャングサっていうのが沖縄の言葉ですので、ちょっと名前を変えましてジャングサウォッチというふうにして始めたのがきっかけなんです。で2004年にはバンコクで、タイのバンコクで、自然保護会議が開かれてもう一度採択されましたし、この時には、いろいろなジュゴンの専門家、海草の専門家の方たちとも意見交換をしたり、あるいは、2004年には別の場所でですね、オーストラリアのタウンズビルで、このシーグラスウォッチをやってる人たちのこう集まる場もありましたので、そういった中で、日本でやっていること、沖縄でやっていることを紹介させていただきまして、この辺野古の問題というのもたくさんの方に知っていただくことができたんです。報告としてはですね、その後、2007年に、後でこう後ろ置いておきますのでご覧になっていただいて、よかったらぜひ買ってください。日本自然保護協会の報告書第97号として出している沖縄県北部東海岸における海草藻場モニタリング調査報告書というので、前半の5年間分がまとまっています。その後、2013年にですね、沖縄と辺野古における海草藻場モニタリング調査ジャングサウォッチ10年のまとめというのが、辺野古の方を中心にして10年分のまとめをしたものが報告書第100号で、出てまとまってますので、まあ、詳しく知りたい方はご覧ください。で、これはもう豆知で全然皆さん読めないと思いますけれども、一応念のため、決議された文の英語が、ビラになりまして、日本語の方はですね、正確に訳したのが非常に短く訳してあります。この時、ハングマンで採択されたものっていうのは沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの保護に関する勧告というので、日本政府に対しては、軍事基地建設がジュゴンの生息に与える影響に関する、自発的な環境アセスメントの実施と書いてあるんですけども、まあ、自発的なという意味は当然法律に基づいた環境アセスメントというのは、その国の法律に基づいてやるのはそれは IUCN だって分かってます。だけどその前に自発的に、ジュゴンなどに対してですね、影響がないかどうか、そういったことをちゃんと、調査してくださいという意味を持っています。で、それをやった上でですね、ジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの種とそれから生息地の保護に関する、研究をして保全計画を立てて、それを実施してくださいというのが次に書いてある。それから、次にはですね、ヤンバル地域と書いてあるのはジュゴンも書いてありますから、ジュゴンの生息地も含めたヤンバル地域の世界遺産推薦を検討してくださいというのが、次に書いてあるんですね。でアメリカ政府に対しては日本政府のこの自発的な環境アセスメントに協力しなさいということが書いてありまして、日米両政府に対して環境アセスメントの調査結果をもとに、ジュゴンの生存のための適切な措置を講じるということが求められます。それからヤンバルも北部演習場というところに、一部は日本に返すんだけれども、一部はまだアメリカが使い続けるということで、新たな基地を作って、そこの訓練地を作っていくということがありましたので、その環境影響調査をして、ヤンバル、クイナ、ノグチゲラの保護策を立てるということ
まあ、これが同時にですね、山の方の4丸とそれから、辺野古の両方に対する決議として出たわけです。でこの決議を受けてですね、自然の権利基金なんかの弁護士さんなんかと一緒に、私はアメリカのホワイトハウスの環境諮問委員会だとか、内務省の魚類野生生物局っていうようなところとかいろんな機関を回る機会ができました。で、アメリカに対してもですね、実はアメリカの、基地を作るっていう計画が、アメリカが大事にしている海生生物ですね、そういったもの、実はアメリカの絶滅危惧種法の中にジュゴンというのが入ってるわけですね、それにもかかわらずアメリカの、軍事基地を作るということで、その生息が脅かされている、絶滅の恐れもあるという状態になっているというのをみんなに知ってもらうと、まあ、なかなか公式的にはね、それは、アメリカが直接やることではなくて日本政府がやることなので、日本の国内で解決してくださいみたいな話になるわけですけれども、まあいろいろ話は聞いてもらいました。残念ながら DOD っていうですね、まあ、これ防衛局の方にはですね、ちょっと入れてもらえなかったですね。まあこれはちょうど 9.11 の事件が起きる直前だったので入れたんですが、多分その後だったら政府のデモに入れてもらえなかったかもしれませんけれども、そんなことを、まあ、しておりました。オーストラリアではですね、グレートバリアリーフを中心にもうちょっと南の、ハービーベイというようなところ、これはフレーザー島というところが世界遺産になってますけど、その手前にある地域で、ジュゴンの生息地としても有名なところですし、クジラも多くいます。この写真はですね、グリーンアイランドっていう、まあまあ、グレートバリアリーフの中にあるところなんですけども、日本人の観光客はすごく多いんですが、観光客に回復している浜はほんのちょっとで、多くはですね、こんなにずっとこれ、オーストラリアの子どもたちも一緒にいるんですけども、研究者の人と一緒にいたので、これ研究者の人のお子さんなんでここに入れてるんですが、もう見て分かるように歩いていく延々と向こうまでですね、ずっとミクサモバなんですね、多分4キロぐらいあるんじゃないかと思うんですけど、歩いていけるっていう、そのぐらい、平らなところにモバが広がっています。日本でもこういうところあったんでしょうけども、まあ例えば東京湾の干潟だって私子どもの頃覚えてますけど、4キロぐらい先まで貝を取りに行けましたけれども、まあ、こういったところっていうのはもう早い時代に日本の場合は埋め立ててしまったわけです。こういったところで、まあ、すごく羨ましいなと思いますけども、こういうふうにして歩いて引き潮の時にですね、歩いていって、シーグラス、モーバーのですね様子を市民が調査できるっていう、そういうやり方をしてるっていうのはとても羨ましいなと思ったんですけど、でもこれはもうやっぱり日本でもやるべきだと、ちょっとハンディはありますけどもやった方がいいっていうので、いろいろやり方を教わりました。まあ道具はそんなに難しいものが必要なわけじゃなくて、メジャーでですねずっと引っ張って、まあ、オーストラリアの場合には、本当に10メートルおきぐらいにやってきますけども、日本の場合には、まあ、そう泳いでいったりしなきゃいけないんで、50メートルに、ごとにですねコドラットを作って、そこで、調べるというような、そういうやり方、そういうやり方を、オーストラリアのやり方を参考にしてですね、始めたわけです。でジュゴンもですね、とにかく見なきゃいけない。羨ましいのはですね、かなりジュゴンの本をやってる方は 何人かの方は沖縄でジュゴン見てらっしゃるんですけど、私は沖縄相当行きましたけど、沖縄でジュゴンは一度もまだ見てないです。もうそれほど少なくなってしまったわけですけれども、とにかくでもジュゴンっていうものを見ない限りは、なかなか愛情も分からないと思ってですね、オーストラリアのジュゴン、あそこに親子のジュゴンが泳いでいます。これはハービーベイっていうところで撮ったやつですけども、見せてもらいました。で驚いたのはですね、ジュゴンって絶滅危惧種だから本当に、数頭だけいるこうものだと思ったんですけども、ジュゴンの先祖っていうのはゾウに近い動物だったそうで、ゾウと同じですね、自然状態でいるのも海の中に、たくさんの群れ、この時もですね、ジェームス・クック大学の、ね、ヘレン・マーシさんのお弟子さんと一緒だったんですけど、その方は気球でカメラを上げてですね撮影するんですが、
その気球からぶら下げたカメラの中にですね、100頭ぐらい樹木が映るんですね。でこうそういうふうにして群れている動物が本当は樹木だったということが分かりまして、沖縄の樹木をですね、いつかこんなふうに群れて泳ぐっていう姿に戻したいなと、そんなふうに思い出して、で日本に帰ってきてから、沖縄ジャングサウォッチっていうのを始めました。でまずはいきなり深いところでやるのはちょっと大変なので、海王という海岸で、この海岸は比較的深場の方まで行けば3メートルぐらいありますけども、背が立つところ、あるいは、ちょっと泳げればスノーケリングができれば調査できるぐらいの深さまでのところで、ほとんどの沖縄の東海岸にある北部にあるですね、海草、大体ですね7種類ぐらい覚えればいいですね。陸上の植物はもう何百種類も覚えないと調査できませんけど、7、8種類は覚えればいいので、とにかくそれを覚えて、調査するっていうことを練習しようというので、その通うというところで始めました。で、一度それを練習した後はですね、これ辺野古で調査するわけです。ただ辺野古の場合にはすごく広いですから、泳いで行って調査っていうわけにはいけません。船をお願いして、そして船で大体200メートル間隔のグリッドのところで、この船を止めて、そこで、コドラとですね、こうコドラとっていう四角くこの金、針金で作って、で、ただ針金だと錆びてしまって落っこちたらどこに行ったか分からなくなっちゃいますので、黄色のテープを巻いてですね、どこに落ちたか分かるようにして、その中にある、海草の種類とか、それから肥土何パーセントぐらいを占めているかとか、そういったことを調べるわけです。それほど難しい調査ではないんですけれども、つい私たち市民がやるとやってしまう失敗はですね、どうしても海草を調べたいので海草のあるところにこう置いてしまいがちなんですね。そうすると自然状態ではなくて、自然状態も非常に肥土が高くなってしまうので、これは後ろ向いて放り投げてですね、偶然落ちたところで調べるというやり方をするわけです。そういうような調査法をして、この、調べるんだということを、みんなに、こう練習してもらった上で、たくさんの人に参加していただいて調査しました。その結果分かってきたこと、これが、まず第1回目の報告書というのは2003年に出した、ちょうどその頃ですね、この天満飛行場移設計画、2600メートルの長い滑走路で、この辺野古の沖に作るという計画だった時代です。で、当時ですね、これは、指し棒が何かもしれません、緑色のところですね、緑色のところはですね、航空写真で見ると藻場があるというのが分かるものです。大体肥土 15% から 20% ぐらいの、比較的ですね、密度が高い藻場はですね、こういったところで見えてるわけです。じゃあ、実際ですね、船を使ってこの 200m メッシュの交点のところ、ここのところを一本一本こうやって調べていくわけですね。でここに着いたら、これGPS でこの場所だって決めた場所が分かりますので、そこで船を止めてもらって、10回ぐらいコドラと投げてですね、その平均を取るわけですが、そうしてみるとですね、この緑色の中に入ってないちょっと沖の方ですね、先ほど中井さんが藻場の先に、砂地があったり、砂礫だったり、砂礫っていうところがあると言ってました。その砂礫のところにもですね、こんなにいっぱい海草は生えてるんですね。種類は違います。こういった緑色に濃く見えてるところはコウマアマモとかですね、こう比較的密生する種類があるんですけど、こういったところにはですね、海ヒューモだとか、それから琉球スガモナという別の種類のものが深いところにあったりします。ということで、私たちの調査は、防衛施設なんかがやったですね、調査とは違うのは、一種類一種類ちゃんと種類を見分けていて、その種類の特性を考えた上でちゃんと調査しているということです。で、そうやって見てみると、実はこの沖の方にもですね、ここからリーフのところがあって1キロぐらいありますから、かなり沖の方にも藻があるんだということが分かってきました。で、
ここをですね、最初の防衛庁の言い分としてはこの門番を避けて作るからいいでしょうということだったんですけども、を避けて作るって言ったって、ここに見ているようにですね、沖の方の砂礫のところにも海草いっぱいあります。密度は低いんです。密度低いから壊してもいいかというとそうじゃなくて、ジュゴンは食べやすいところを食べます。でこの密接しているところはですね、皆さんジュゴンの気持ちになって食べてみようと思ってください。自分の顎でこうやって草を、砂礫をですね、ガリガリとこう砂礫と、海草をですね一緒に食べていって、それで、その中の草の部分だけ食べるわけですけども、そんな密接しているところは非常に食べにくいんですね。ですから、ひどい 30%、40% なんていうところはあまり餌にはしないんです。むしろもう少し密度の低いところの方を食べる。オーストラリアなんかで見てたときにはですね、わざわざ藻場のですね、ミクサを食べて、で食べると密度低くなりますよね。でそこにパイオニアっていって一番最初の植物が生えてくるわけですけども、それがウミヒルモナなんていう種類で、そういったところが好みで、食べ続けるとずっとウミヒルモナがちょっとサラダの葉っぱみたいな感じなんですけど、そういうのはずっと出続ける、そういったところを食べてるんですね。実はこういったところは非常に大事なんです。そこも埋め立ててしまうわけです。で当然そういった埋め立てればジュゴンの出入り口もなくなってしまいます。で、これはそのためにボーリングをするといった時に問題が出た時にですね、このボーリング地点をこの上に重ね合わせてみたら、ほとんど私たちが調べた、ここまでは海草はありますよという線の内側までずっとボーリングをすることになってしまって、これが大自然破壊になってしまいますよと、そういったデータも出しました。この時はですね、地元で、この反対運動をしている方、あるいは、この本土から応援に行った市会館などをやっている方たちがですね、頑張ってこのボーリングを始めたこの地点にですね、取り付いてこれを目にさせるっていうのは、そういうことをやられた。私たちはこれに対して、科学的な根拠を与えたということなんですけども、そういうことがあって、ここにはちょっともう作れないなというふうになってきたわけです。で一時期ですけども、2004年ぐらいの時に、これはちょっと大きすぎて、これはこの時はですね、軍民共用の飛行場っていうなんてこんなレベルなんですけども、軍事飛行場だけだったらこのぐらいでいいだろう、もうちょっと内側にしましょうっていうんでね、ここは三角を完全に壊してしまう。でこういう計画が出ました。これだからね、小さくしたからいいでしょうっていう話もあったんですけど、これも調査してみて、実際こういったところにはですね、ミックスはいっぱい生えてますし、この時ちょうどジゴンのハミ跡を見つかったんですね。ジゴン実際ここに使いに来てますよと、でこんなところを埋め立てるのはまずいじゃないですかというような根拠も出しました。でその後、計画が先ほど中井さんの方の図にもあったようにこういう V 字型滑走路ということで、この辺野古岬の、こちらの辺野古の浅場の方だけじゃなくて深場の方ですね、これ見るとよく分かりますけど、辺野古岬だけじゃなくて多分水深がもう少し氷河の時代なんかで浅くなった時代のね、ここにもう一つ岬があったと思うんです。2つ、飛び出してた岬だったと思うんですね。その真ん中のところが断層だってことですから、ここに深くなっています。ここのところを埋め立てるっていう、そういう計画になっているわけですね。で、これに対して、この時私も、参加させてもらいましたけども、ちょっとここではですね、スノーケリングだけで調査できるんですけど、ここはちょっとスキューバの道具を使いまして、潜りました。で、普段ジャングサウォッチでは、深さは5メートルぐらいまで、この浅いところしか調べてないんですね。もっと深いところまで30メートルぐらいのところまで調べていくと全然環境が違って、この辺は、泥のですね、斜面があったりスロープがあったりとか、じゃあこんなところに行ったらもう深いから、明るさがですね、もう暗くなってしまって、全然モバなんてないかと思うとですね、こういった暗いところにもですね、深いところにもこういう海ヒルモでも、しかも海ヒルモで、この浅いところにある海ヒルモ、丸っこい、まん丸い、ハロフィアオバリスっていう、オバリスっていうのは、卵型っていう意味ですけど、卵型の葉っぱに比べると、ちょっと細長い、種類のヒメウミヒルモなんていうのも、この深いところにあるわけです。
と呪文あの、呪文ってですね、この沖縄では、浅いところにはあの、夜は食べに来てるんですけど、昼間こんな近いところで呪文見ること全くないんですね。一体昼間って呪文何してるんだろうか、何も食べないで、行くのかなんて思ってたんですけど、きっとこういう深いところのものを食べてるんじゃないかななんて思ったのが、まあその時のきっかけなんですが、まあ、それがですね、後で事実だってことが分かってくるんです。で、ナクスJとしてもそういう調査をしましたけれど、先ほどお話がありましたように、WWJ 沖縄リンクチェック研究会から国士舘大学の地理学教室、他の皆さんの協力でですね、この辺野古、浦和、青山の海、生物多様性の豊かな分け、行動調査というのは行われたことです。まあ、これはもっと詳しい地図が皆さんの自然保護の中に入っているんですけども、これこういうふうにしてですね、今までジャングサウォッチではスノーケリングで調べられるぐらいの浅場のところを調べてましたけど、深いところにもですね、青サンゴだとか、ヒダサンゴだとか、それからさまざまなこの深場のところにいる海類だとか、そういったものが見つかるようになって、この辺野古と大浦湾を合わせた辺野古大浦湾というのは、沖縄との中でもですね、非常に豊かな、さまざまな環境を持った、そして生物多様性としても非常に豊かな場所だということが、まあ、分かってきた。これがまあ2008年の調査の結果を2009年に発表したですね。さらに、先ほど私が潜ってこの辺は深いところにはヒメウミヒルモなんていうのが深いところにあってですね、こう食べてるんじゃないかななんていうのを思っていたんですけども、なかなかその時は、ジュゴンのハミヤゾっていうのは見つかってなかったんですが、アセスメントをやってる頃にですね、実は、ここに、まあ、今アセスメントの中で見つかったジュゴンは3頭なんですけれども、オスとメスと、それから、まあ、メスがと一緒に泳いでたのでおそらく子供だと思われる個体、その子供だと思われる個体がですね、比較的この辺のオーラ湾内に何度も見つかりました。その個体がおそらく食べたんじゃないかなと思うようなですね、ハミヤと、これが北根の事後の調査チームザン、の皆さんなどですね、こうもう110本もですね、事後の紙跡というのが見つかってきたということで、やっぱり深場のも含めですね、事後というのはこの辺を利用してるんだということが証明されてきたわけです。それからこの後はきっと安倍さんのお話の中にあると思うんで、長島の鍾乳石だとかですね、日本初記録の生物だとか、もう、アセスメントがもうある程度あらかた終わった、あるいはもう、その後にもですね、次々と新種が見つかったり新しい地球が見つかる場所がまさにこの辺野古大浦湾なんですね。というようなことで、今まさに辺野古大浦湾というのはすごく大事な場所だというのが分かってきたところで、この埋め立てを行おうとしているわけです。私の方も、時間ですのでまとめたいと思いますけれども、市民調査のお話をしました。で、この市民調査をしたということで、一つの成果としては、サンゴ礁とかマングローブというのは比較的メジャーなので注目されているんですけれども、海草オアナというのも、ほとんど注目されてないし、興味がない。それに対して市民の関心を高めることができたというのは非常に大きなことだと思います。これもちょっとサンプルを持ってきましたけど、ジャングサウォッチハンドブックというものとか、それからその識別、海の中でも識別できるようにですね、濡れても大丈夫なシート、ここに、この沖縄の海で見られるですね、主な海草の見分け方、それから、何パーセントっていう非度を言うときは、大体この写真でいくと何パーセントですよというような見本などもつけた、こういう海草シートもつけたですね、ハンドブックを作りました。日本では、この種のハンドブック、市民が見て分かるようなこういうものとしてはですね、初めてだと思います。
こういうものを作ったおかげで、沖縄の島の北部だけではなくて南部の方でも、このジャムサウォッチの調査、市民参加で観察会をしようという動きは出てきたということは良かったことだと思います。それから、市民参加調査の結果って毎年毎年まとめて、それで折に触れてですね、まあ、5年ごとの報告書だとか10年目の報告書というのもありますけど、それ以外にも折に触れて報告書を出しまして、それをこの県の防潮大体施設の環境影響評価の大事なタイミングで、まあ、出してきたということが一つの一定の影響を与えることができたとは思います。ただなかなかですね、このミクサムオーバーの大事さというのは本当の意味でこれに反映されたかというと、十分ではなかったと思います。今後ですけれども、ミクサムオーバーの調査、この市民参加調査というのはもっともっと広げていきたいんですけども、オーストラリアみたいにあんなふうにですね、ずっと歩いていけるところで長官隊で調査できるというのは非常に羨ましいんですが、日本ではそういう場所は失われてしまったので、どうしても船を使って、調査しなきゃいけない、ちょっとお金もかかりますし、ちょっと初心者向けではないということがある、まあ、これはちょっとした訓練すればスノーケリングで調査できるので、まあ、そんなに難しくはないんですけども、ちょっとこの辺がですね課題として残るなというところです。まだまだいろいろ言いたいところはあったかもしれませんけども、それはまた後で、まあ、ディスカッションの時でお話ししていきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。吉田さん、どうもありがとうございました。それではですね、最後のテーマの話に移りたいと思います。最後は、アベマリッツから世界に残るキノコオーガノンの珊瑚礁の海ということでお話をさせていただきます。アベは、日本自然協会の自然保護部の妻スタッフでありまして、大学院で生物学や珊瑚礁、珊瑚のお話をずっと研究してきました。で現在日本自然協会で2020年からですね、沖縄の問題や、日本の沿岸の問題、海の問題を担当しております。ではお願いします。自然保護協会の阿部です。よろしくお願いします。辺野古オーラウンの、日本生き物や環境についてずっとお話ししたいと思います。辺野古オーラ湾の最大、一番の特徴としては、沖縄島周辺で最大の規模を誇る173ヘクタールの、ミクサモバを持っている場所であるということですね。ここには、ウミガメやジュゴンの記録が多くあります。そして、ウミガメやジュゴンが餌を食べた跡というのはこのように分かるんですね。オニクサワマが必死に生えている中をこのように餌を食べましたという跡が 2,3 週間残るので、ジュゴンの姿はなかなか見られないんですが、2,3 週間以内に潜ると、必ずこの海域に来たということが分かります。世界のジュゴンの分布域でいきますと、沖縄が北限になります。これは吉川さんからも説明がありましたが、結構大きな、サイズになり、成熟するのに時間がかかるものです。そして、ジュゴンは絶滅危惧種で国の天然記念物なんですが、今はこの沖縄島にいる3頭確認されています。これは沖縄防衛局の調査で3頭というふうにされているんですが、まあ、調査記録を詳しく見てみますと、まあ、4頭以上いるようにも見えるので、3頭ではなく10頭以下ということに、ジュゴンの専門家の方もおっしゃっています。ですが、3頭以上いたとしても、いずれにしても厳しい状況であることは確かです。その3頭についてはですね、こちら側に1頭いて、沖縄島の北部をぐるっと回って東海岸に来るということが知られています。でそのうちの1頭の一番若い個体が時々辺野古オーラ湾に足を伸ばすのではないかと言われています。
で、この海域ではまだまだ次々と新種が希少種、日本初記録の種が発見されています。貝類やナマコや海藻など多岐にわたる分類群の生物種が発見されています。海藻が発見された時の記事ですが、まあ、いずれもですね、この複数の分野の専門家がもう少し時間があればもっと詳しくこの面白い生き物たちのことを調べられるのに、こんな風にして立ち入りができなくなってしまうのは大変残念だというふうに述べています。それでもうこれは臨時制限区域で囲われて入れなくなってしまった場所なんですが、このようにですね、大きな混じり目という海藻が大きくなることが知られています。混じり目がこのような暖かい海でこんなに大きくなるということは他に記録がないので大変珍しいとされています。それから戦場の鶴見という映画のオープニングで出てきた子持ち花笠サンゴの群衆なんかをこの辺に深場のスロープにあります。でこれは、大浦湾の青サンゴ群衆ですが、これが発見されたのが比較的新しいんですね。2007年の9月に、普段は地元の方が普段は行かないところにちょっと足を伸ばしてみたら、見たことのない大きなサンゴ群衆があって、よく調べてみたら青サンゴだったというわけです。で、まあ、潜っているのが私なんですが、一枚の写真には収まらないほどの大きな大きさでした。長さ50メートル、幅30メートル、高さ14メートルであるということが分かりました。で、まあ、青サンゴなんですけれども、表面の写真でご覧になるとどうしても茶色くなってしまいますが、青と呼ばれている理由は死んで骨格になると、青い色をしている、こういうことの方から来ています。でこの青サンゴ群衆に近づいてみますと、まあ、青サンゴ群衆の上だけでも とても生物多様性が豊かで、いろんな生き物が見られるということが分かります。あと、まあ、位置はまた少し違うんですが、これが辺野古岬で、その沖合に長島という島があります。地元の人たちは長島の洞窟があるということは前から知っていて、ちょっと船をつけてお休みしに行ったりするときに見て休んでいたりしたんですけれども、昨年の7月にここが大変珍しい、学術的に珍しいということが分かりました。入り口はほんの50センチぐらいしかないんですが、中の奥行きは10メートルぐらいあります。それで、専門家の洞窟の専門家に写真を見ていただいたところ、海岸の洞窟内にこのように赤石順っていうんですが、この石順にサンゴ礫が付着して成長する鍾乳石は珍しいということが分かりました。日本で他に報告例がないそうです。でこのようにしてですね、ざっと駆け足ですがご紹介しましたが、マングローブがあり、指枝浜サンゴ群衆があり、それから海上浜サンゴ群衆、塊岩みたいな形のサンゴ群衆もあります。それから砂地も大きく広がっています。運が良ければこの人の頭ほどの大きさのトオカムリという貝がいる場面を見ることもできます。それから泥場もあります。それから海草藻場と、そこにいるジュゴン、まあ、辺野古のサンゴ礁には絶滅危惧種のジュゴンをはじめとして貴重な生き物たちがいます。サンゴ群衆、海草藻場、マングローブ、干潟、泥地、砂地が大きな一つのセットを作り上げて微妙なバランスを取りつつ今の状態を作っているんですね。ですから、このようにしてですね、一時的だからいいだろうというふうに言って作られてしまうと大きな
損失になります。構造物を一度作ってしまうということは、サンゴ礁を壊して科学的な影響を与えてしまうということですから、やる前に気をつけなければいけません。それから私たちの長年の経験、合わせ干潟など他の経験から言って、こういう工事をした際に直接の埋め立て地に生息する生き物や環境が影響にのみ影響が及ぶわけではないんですね。多くの場合には周辺の環境そのものに影響を広く及ぼしてしまいます。ですので埋め立てによる破壊は甚大であるというふうに思っています。この事業の流れなんですが、報道にありますように、沖縄島の西海岸の普天間基地をクローズして、こちらの名護市東海岸の方に、新しい基地を作りたいというのがこの計画の概要です。で、埋め立て計画があり、その後環境影響評価、環境にどれくらいの影響があるかということをここできちんと調べて予測評価されるべきものなんですね。それでその後こういう水面埋め立て承認手続きに行きます。ですがこの事業自体ですね、非常に問題が数多くあり、もうここでお話ししきれないぐらい数多くの問題点がありまして、例えば環境影響調査をする前に沖縄防衛局がボランティアで自主的に事前調査というものを行ったんですが、その事前調査自体が海底を破壊してジュゴンの生息に影響があるような、そういうものでした。それから全般を通じて情報の後出しというもの、情報の隠蔽後出しも非常に多い事業です。例えばですね、埋め立て土砂については後でお話ししますが、追加修正方法処理にならなければ分量が出てきませんでしたし、オスプレイの配備が出てきたのは準備書の段階です。で、この段階のこの計画のいろんな段階において、名前を明かせない覆面専門家が承認するということが起き、また名前や所属は公開されているんですが、この責任の存在がよくわからない、誰が責任を取るのかということが明確になっていない、いろんな委員会が出てきて、有識者によるお墨付きがつけられて進められていきました。流れとしては、埋め立てが承認された後はですね、岩礁破砕許可の問題がありまして、それから、県知事の交代がありました。で、今はですね、調査機関なんですね。まだ埋め立て工事本体には入らず、ボーリング調査や測量というものが行われている状態です。そして埋め立て土砂についてですが、埋め立てにはですね、非常に多くの土砂が必要なんですね。県内、今回の事業では県内、県外から多くの土砂が持ち込まれます。で、埋め立てに必要な2100万立方メートルの土砂というのは、東京ドーム17個分ですから、とんでもない大きさ分量なんですが、このように日本の西日本の各地から調達するということが、こういう水面埋め立て承認願書の段階になり初めて明らかになりました。瀬戸内や門司、天草、五島列島、佐多岬、奄美大島、徳之島など多くの場所から土砂を調達して、それを辺野古に運んでくるという、こういう計画であることが分かりました。で、この県外から土砂を調達する際に一番の問題となるのは、付着して、土砂に付着して入ってくる外来種の懸念ですね。実際にこの瀬戸内あたりでは、とても強いとされている侵略的な外来種であるアルゼンチンアリの混入がすでに見られており、そういうものの駆除対策をどうするのかということが問われています。それでこの土砂に関してはその他にも大きな問題がありまして、これは2009年に非公開の委員会が
作られて、資材調達委員会という委員会だったんですが、この先生たちが現地視察や土砂の調達先の詳細を決めていたということが分かりました。あったのが2013年で、これは共同通信による粘り強い情報開示請求により初めて分かりました。で、この中で環境アセス埋め立て土砂に関し環境アセスメントをどうやって逃れたらいいのかということが検討されていました。で、誰が決めたのかといいますと、このようにですね、開示請求をしていても委員の先生方の名前も所属もわからないという、こういう状態で今に至ってもどこのどなたがお墨付きをつけたのかということはわからない状態です。それで議事録を見てみますと、アセスメントをどうやって逃れたらいいのかということが相談されていることが分かりました。で、実際に土砂を採取される場所である奄美大島にも足を運んでみましたが、このようにですね、野ざらしにしても辺野古に出荷する準備ができているんですね。で、もう出荷される準備として海沿いにこういうふうに盛られている土が、雨が降るたび台風が来るたびにサンゴ礁の海に赤土として流れて入って海に大きな影響を与えている状態です。 ですので、この辺野古の事業というのは、辺野古の海を失うだけではなく、日本の他の場所の自然も破壊します。で、沖縄島の周辺の海底からも海の砂を取るというふうに、そういう計画ですし、陸上でもですね、沖縄島の元々国頭からはかなり大量の、土を取るということが予定されています。ですので辺野古だけにはとどまらない被害になってしまいます。ということで、辺野古の問題は今、土砂の問題というのは、全国に広がっています。ふるさとの土を一粒たりとも戦争に使わせないということをスローガンに、辺野古土砂搬出反対全国協議会というのができています。それで、私たちがやっている環境調査についてご説明します。従来からですね、サンゴや海草について市民参加型で調査をしてきたんですが、作業や工事が行われるのであれば、その周辺の環境に与える、影響を図らなければいけないということで始めました。今の辺野古大浦湾の状況なんですが、このようにですね、埋め立て予定地は160ヘクタールなんですが、それを大きく取り囲む形で臨時制限区域というものが設定されていて、市民は入ってはいけませんということになっています。それでこの海は境界線がないと分かりませんから、境界線を作っちゃったんですね、事業者は。フロートですとか、あと汚濁防止膜を使って、ここに実際に海に線を引いてしまった。上から見るとこんな感じです。これは昨年の5月に日米間で決められて、埋め立て予定地を大きく囲む561ヘクタールにおいて、ついてぐるっと囲まれています。それで沖縄防衛局や海上保安庁の人たちが警備にあたり、一歩でも入ったら大変なことになるという状態です。それで、ただこの汚濁防止膜なりフロートなりというのは、海に浮かべておいたら当然ながら形が変わってしまいますね。これをですね、固定するためにこのコンクリートブロックを使って、固定の場所にいるようにさせているんですね。ですので、これを定点に設置するために、下に大きなコンクリートブロックが沈められている状態です。で、先ほども言いましたが、作業や工事実施に伴う影響を、環境への影響を図るために、臨時制限区域に入れないので、その外で調査を企画して、昨年からやっています。
一つには長島の洞窟調査、二つ目は水質、三つ目は珊瑚礁の健康度、四つ目はジュゴンの歯磨き、この四つを企画してやっていこうということになりました。長島の洞窟調査ですが、専門家を連れて行く前に、地元のテレビ局を連れて行って、報道してもらったのがこの写真の様子です。ご覧いただけますよう、通り道は非常に狭くても奥行きはところどころ広いところがあって、この彼女が座っていられるぐらいの大きさはあるあります。これ自体50センチぐらいです、この石順は。ですがですね、この調査をしようと思ったんですが、するにあたり大きな障害が持ち上がりました。長島の洞窟の船着き場にですね、去年の7月の中旬にいきなり使用立ち入り禁止というものが、三眼板が設置されました。それでそこには海上保安庁の連絡先が書いてあったので連絡してみたら、船着き場は海上保安庁の管理だから許可なしに立ち入ってはいけないとのことでした。でよりよく調べてみたところ、長島の残りの部分がじゃあ大丈夫なのかと思ったら、そこは沖縄防衛局の管理下にあるということが判明しました。それ以来私たちは専門家を連れて上陸して調査をしたいため、利用の許可の申請書を出し続け、今日まで出し続けているんですが、許可が一向に下りない状況です。沖縄防衛局の職員の言い分としては、借り受けている、洞窟から借り受けているものだから、皆さん方に勝手に上陸していただくわけにはいかない。私たちの職員が同行するということであれば許可できる。であるが、大変忙しいので、その日程を現在まで都合することはできないという言い分です。それから水質調査をやっています。これは大浦湾の奥と長島の沖の2地点でやっています。 SS とダクドという2つのカテゴリーで調べています。でこれまで8回測定していますが、大浦湾の方では若干ダクドが高いんですが、ここは川の方からマングローブの方から来る泥もあるので、まだ工事の影響というわけではないと思います。長島の方は特に大きな変化はなしですので、今のところ臨時制限区域外の水質に大きな変化はなしというふうに判断しています。それから珊瑚礁の健康度もいくつかのポイントでやっています。一番長くやっている辺野古沖の調査ポイントですが、ここはですね、1998年から年1回目標になっています。できてない年もあるんですが、大体の、状況を把握することはできています。1998年はこの海域を大規模な白化現象が襲ったので、その直前にデータを取ったんですが、その時はサンゴの量が 60% ありました。それがひと夏過ぎてみたら、ドーンと下がってしまいました。それで途中少し上がったんですが、また局所的な発火現象があり、またドーンと下がりということが続いていて、なかなかサンゴが元気にならない状態だったんですが、ここに来てやっと元の3分の2ぐらいには戻ってきました。これは沖縄島周辺のサンゴの頻度というのは 10% 以下ぐらいなんですね。ですので 40% もあればこの海域は十分に上等であるというふうに見ています。で、埋め立て予定地と近いですから、少し頻度を上げて調査を実施しています。今年からですが、今年は1月と9月に調査を実施しました。今のところ大きな変化はなしというふうに判断しています。で、先日9月1日に潜ったんですが、その時の調査結果です。約20センチの夜光貝ですとか、あと大変多くのシャコ貝が記録されました。それから多くの種類のサンゴも生息していることが分かりました。これ
の場所なんですが、多くの長々魚の幼魚と様々な大きさの魚貝が記録されました。で、あの浜サンゴのほか、チヂビシナオサンゴ群集でもモニタリング調査を続けています。まだ新規の場所を開拓中ではありますが、今のところこの5地点において調査を実施、サンゴ礁の健康度の調査を実施しています。それからジュゴンのハミ跡の調査なんですが、2014年去年の夏ぐらいにですね、5月から7月に園児制限区域の中でも外でもジュゴンのハミ跡が数多く確認されました。区域内だけでも合計151本ありましたが、あの区域の外でも見られました。ですが7月の中旬から本当に警備が強化され、この海に入れなくなってしまったので、ジュゴンのハミ跡調査も7月中旬が最後となってしまいました。以降、その外なら来てるんじゃないかと思い見てみたんですが、ハミ跡が見られない時期がずっと続きました。これは沖縄防衛局の調査においても裏付けられることで、彼らの調査でも2014年の9月を最後にジュゴンは保管に来ていないということでした。まあ、音に敏感なジュゴンが餌場を放棄した可能性が高いと思っていたんですが、今年4月5月には埋め立て予定地から遠いチヂビシナオサンゴ群集の足元にある深場のトゲノミフィルム群落を利用しているということが分かり、4月と5月については利用記録があるということが分かりました。ですが、あの過剰な警備の中わざわざここまで来ているのかと思うと、それはそれで船にぶつからないかというふうに心配なところです。でこのトゲウミヒルモ自体がですね、季節性のものですので、今はもう見られないんですが、また来年の4月5月には来る可能性はあると思います。これがあの去年臨時制限区域内で来ていたジュゴンのハミ跡です。でこれがトゲウミヒルモ群落、今年の4月5月に記録されたジュゴンのハミ跡です。今後も臨時制限区域の外の調査を続けていこうと思います。これはですね、もう国内外の大きな辺野古の計画ですが、あの生物多様性条約の第10回目が2010年に開催されましたが、その時に日本は世界に向けて20の目標を守りますというふうに約束をしたんですね。日本政府が議長国であって決めたのですから、国際社会での責任があると思います。この20個のこのセノコム計画を進めるということは、この20個の計画のうちですね、あの目標9と9は外来種の根絶、目標10はサンゴ礁の保全、目標12は絶滅危惧種の防止ですが、この3つを破るということになります。それからですね、あの今日本は奄美琉球を世界遺産に、世界自然遺産にしてくださいというふうに出しているところなんですが、この奄美大島、徳之島、沖縄島、西表島の4つが対象となっていますが、奄美と徳之島は土砂の採取の予定地です。奄美と徳之島から持ってきた土砂を沖縄島に入れるという状態なのに、世界自然遺産に申請するというのはちょっとどういうことかというふうに思ってしまいます。自然保護協会としては、まあ、辺野古の埋め立てをやめて、まあ、宮と徳之島から土砂を取るということもやめてもらって、真の意味での奄美琉球世界自然遺産の登録を望んでいます。最近の動きですが、あの第三者委員会の報告により4つの判定において法的に瑕疵があるということが分かりました。埋め立て承認の方で4つの瑕疵があるということが7月に分かりました。それでその後にですね、あのボーリング調査が終わらないうちに、沖縄防衛局の方から事前協議書というものが沖縄県に提出されました。これはですね、あの22個の予定している22個の護岸のうち設計できているのは12個だけなのに提出をするのか、それで環境への影響は総合的に測ることはできないというふうに沖縄県の方も取り下げを求めていたんですが、これでは
出ることはできませんというふうに言っていましたが、防衛局が取り下げに応じずということがありました。ですがまた急展開があり、沖縄、それが、沖縄県と日本政府との集中協議です。まあ、8月10日から9月9日までの間を集中協議期間として、普天間移設問題について協議が行われました。9月9日にて集中協議が終了して、まあ、交渉決裂って言われていますし、そうだと思いますが、ただその議事録が作成されなかったため、市民は詳しい内容を知ることができなかったという状況です。それでこれは昨日の沖縄タイムズですが、昨日から沖縄県辺野古では作業が再開されています。それから県知事の方は14日にも承認取り消し、ちょっとこれはタイトルと内容はちょっと違うんですが、取り消し、14日に取り消しをするわけではなく、取り消しをすることを表明するんですね。でこれから取り消しに向けて沖縄防衛局への意見聴取を開始する、で取り消し手続きに着手する方向で検討をするとのことですので、もう少し取り消し自体には時間がかかると思います。で現在は埋め立ての工事本体ではなく調査の期間ですから、その前にいくつか県知事の権限を使うことができます。例えば工事の計画概要変更ですね、これは県知事の許可なく先に進めるということはできませんから、県知事に多くの期待が寄せられている状態です。で今後の自然保護協会の活動としては、環境調査を行い、科学的データを積み重ね、変化が生じたら事業者や県と交渉したいと思います。データをもとにした政策提言などを求め、また市民参加の権利、議事録の公開や情報の透明性の確保などについて求めていきます。報道ではですね、これから沖縄県と日本政府は政府沖縄県協議会という会を設置して、今後も協議を続けていく、集中協議の続きをやるということなんですが、ちょっとその議事録が公開されていないのもおかしいので、昨日沖縄県知事と日本政府にこの協議会の設置の目的や議事録の公開を求める要望書を出しました。このような活動を今後も続けていきたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまからですね、これで、以上をもちまして前半の市長講演を終了させていただきたいと思います。ただいまから20分の休憩時間に入りたいと思います。こちらの時計で、5時10分、ごめんなさい